実に3年と10日ぶりに全日本プロレスさん参戦させていただきました。はい、まあ今日は、まあ、佐藤君がね、彼が、まあ、岡田君と今何岡田君が使われてきてるの、うん、ああ多分ああまあそんな感じでこちらね、こちらで熱い気持ちで戦ってると思うんですけど、今全日本プロレスを見てるファンの方はまあ知らないかもしれない。まだ今アジアタッグの野村直哉が今日の岡田君みたいにペイペイだった頃、俺シングル2回3回全部勝ってるから、それを俺今でも忘れてない。そしてあの時に全日本プロレスジュニア戦線に参戦したい、俺こう言いました、まあ、くしくもねそれ叶わずに終わっちゃって、まあ、3年間紆余曲折があって今こうやってまた戻ってこれて感慨深いんで、まあ、今日は僕の中ではテーマがないようで実はあって、丸山選手もジュニアですよね全然やり足りないし、まだまだジュニア選手いっぱいいるし、野村選手とはもう一回リベンジマッチやらせてください。僕は引き続き全日本プロレスに喧嘩を売りますんで、あとは彼も喧嘩売ってるんでよろしくお願いします。両国大会、そして今日も全日本プロレスの栄誉なる第一試合を任せていただいて感謝しきれません。はあ、くしくも相手は同じ岡田選手ですが結果は同じです。さあ、いつまでやるんだ。おい岡田、おい期限つけろ、そろそろ。まあ、デスってやるとまあ、ああいう試合になるんですけど、まあ俺が見せたいものって戦えないですね。プロレスの凄さっていうか、まあ、いろんな素晴らしい選手いるけど、まあ誰がどうこう言ってもセオリーだとか技だとかそういうこと言っても、俺はまあ最大ゼウスっていうものに全て集約されてると俺は思う。プロレスで答えないから、偉そうに年上の奴らがこうあるべきああやるべきみたいなこと言うけど、ないから答えなんから、あったらもっと繁盛してるから。俺はこの試合こそ世界に持っていっても通用する試合と思うし、プロレスがもう一回反映するとしたら、まあ、俺は個人的にやけどこういう試合と思ってる試合、まあもう引退するまでの間に俺はあと何回全盛期の間にあいつとゼウスとできるかわからないけど、ツイッターのフォロワー数が伸ばしたいからとか、専門誌に乗りたいからとか、人気が欲しいから、ファンからのプレゼントが欲しいから、俺はそんなためにやってないから、もっともっと大きな目で見てプロレスっていう一つのものを大切にしたときに、必ず俺とゼウスみたいな試合にたどり着くんじゃないかなと俺は勝手に思ってます。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。いや、いいじゃん、やったよね。やったよ。これで2勝2敗やっとこうべ。なんか調子いいリズムにできたっていうのが一番収穫であって、よかったな。いや、さすが最強タッグリングだけあって、野村用に全然簡単じゃなかったっすね。間違いなく伸びてんだよ。それはもう身をもって感じるし、俺もギリギリのとこでねやってんだよ。そう、でもこの子うちわのねギリギリはしぶといから。そうだよ、そうだよ、そう、うちわ全盛期だから、ここからしぶといよ。全盛期ギリギリからすごいからね。ここから伸びるから後半、追い込まれてなんぼだ。よし、また行きましょう。はい、行きましょう。どうもありがとうございました。あとやっぱあのフィニッシュに持っていければ確実に取れるっていう手応えもあるんじゃないですかね。あるね。まあね、上げれるからね、ちゃんとね。まあ、行けますよ。いけいけ。全員、残り全員もあれで全員フィニッシュ取って、優勝しかないんで、優勝しましょう。よし。よし。よし。いやー、あと一歩だったんですけどね。俺、あの乗り物嫌いなジェットコースターとか、で特に一回上がって順で落ちるのだっけやで、あれみたいな気がする。おい、すげえ弱いんだよ、ごめん。
本当申し訳ない。ちょっと楽しみにしていたからこそ楽しみすぎましたからね。ちょっと楽しみすぎたな。ちょっとおなんかね、遊園地行っちゃったよ。いや、ほんとで、ジェットコースター乗っちゃったよ。もうほんと申し訳ない。いや苦手だったっていうのが最後の最後に気づきました。いやいや、俺高いとこ嫌いじゃん。いやでも、いやいや、あの吉田さ、あいつ宮原健人と組んでもずるくね。いや、ずるいっすね。俺たちだって組んで3人でチーム見たよな。いや、だって楽じゃん、彼の後ろにいたら、スーパースターたちを、もうだって、敵がいないようなもん。いや、そうだよ、もう。いや、あれずるい。ずるいな。ずるすぎる。やるやる。いや、申し訳ないんで。また、何回でも叩き潰さないとダメじゃないですか。ね、俺ね、あれね、ケイツにずれたかと思ったよね。ジャーマンとかああいうのって、ビョンってくるんじゃん。タイミング分かんねえんだよ。あんな食らったことないから。あの食らったの何年かぶりじゃないですか。いや、初めてああいうのは。いや、まあけど、あとあれだよ、あのだってあいつらっていっぱい知ってるでしょ。みんな知ってるじゃん。うちら初めてだから、まあ、まあ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 。でもあとははっきりして秋山は大森組ぐらいで大したのはいないんじゃねえか。けどなんかあれだな、油断しちゃダメだな。油断しちゃダメだな。本当に。いや、また酒飲み直さないとダメじゃないですか。あ、そうだな。ちょっと今日はあれだから明日奥だから頼むよ。来たぜ。今日ね、この参加チームの中で一番のクセモノチーム勝ったから、この先ね、波乗っていけるよな。よっしゃ、いけるぜ。2勝目だ。2勝目、もうその目の前の一戦一戦で戦うしかないんだ。ロングドライブだ、ロングツアー、日本全国回るんだ。そしてここ東京戻ってくるんだ。どうなってんだ、12日までに。俺もワクワクしてるよ。俺はね、最近勝ち始めて嬉しいのはあるんだけど、やっぱね、最後ケントに全部持ってかれてるっていうのはね、俺だんだん悔しくなっていた。俺もね、ちょっとそろそろマイク本領発揮して、お互いマイクでも切磋琢磨、簡単にケントには主役は譲らない。いいぜ。俺で切磋琢磨して、もっともっといい雰囲気にな。おっしゃ、全日本持っていこう。友情からマイクまでが俺らの勝負だ。タッグチームは隣にいるけど勝負だ。 そこまでで、その勝負で12日まで突破するぜ。絶対一緒するぞ。